ということでですね、私こんなテンションでございますが、シラフです。今回はですね、シラフということで思考シリーズいっちゃいたいと思います。で、今回何を作るかというとですね、前に1回私野菜炒め作ったんですけども、私ちょっと反省してまして、あまりにもね、シンプルすぎた。あまりにも、いや、めちゃめちゃ美味しいレシピなんですよ、思考シリーズです、これね。ただちょっとシンプルすぎたなと思って、今回はお肉を入れたバージョン、思考の肉野菜炒め、まあ、これ一つでね、めっちゃおかずになっちゃいますので、絶対覚えておいた方がいいレシピですので、よろしくお願いします。リュウジのバズレシピ。じゃあ今回ですね、思考の肉野菜炒めを、作っていくんですけども、肉野菜炒めって皆さん、どこで一番食べますかね、まあ、ご家庭だったりもするかもしれないんですけども、僕ね、あんまり家で肉野菜炒めってそんなに出なかったんですよ。じゃあどこで一番食べてたかっていうと、中華料理屋さんなんですね。中華料理屋さんで出てくるような、肉野菜炒めを作ろうと思ってるんで、中華料理屋さんの想像しながら作った方がやっぱりうまくいくんですよ。今回はですね、中華料理屋さんで必ず僕が頼むもの、これをいただきながらですね、中華料理屋さんの状況を浮かべながら作っていきたいと思います。はい、ということでこちらが僕が中華屋さんで毎回頼むハイボールでございます。最近の中華屋さんでハイボール必ず置いてるんでね。はい、ということで、いただいて、中華さんの気分になっていきます。肉野菜炒めでハイボールですよ。ビールの方もいらっしゃると思います。ということで、早速作っていきたいと思います。はい、材料紹介いきます。まあ、今回は僕の、まあ、一番いい配合のものを使います。グラムさえ、大体合ってればですね、他のお野菜使っていただいても構いません。もやし増やしてピーマンをちょっと減らしたりとかっていう分量は余ったお野菜でやってください。材料紹介いきたいと思います。お野菜群です。キャベツですね、 120g ぐらいですね。ニンニク生姜で、これね、至高の野菜炒めには入れてなかったんですが、今回香り付けでニンニク生姜入れます。そして人参、ここ落として 80g ぐらいですね。大体大きい人参で半分ぐらいです。これがピーマンです。ピーマン3個で 50g ぐらいかな、多分。で、もやしが 100g、 これ半袋分ですね。で、お肉です。豚バラ肉が 150g で、豚バラ肉の方が脂が出るので、脂が結構まとって、このお野菜が美味しくなりますんで、豚バラで、まあ、なければロースとかでもさっぱりいただけます。ロースとかでも大丈夫です。こま肉だとちょっと硬くなっちゃうんで、こま肉だったらちょっと片栗粉とか振って焼いてって感じですかね。豚バラか、ロースが一番、適してると思います。はい、それではですね、やっていきたいと思います。まずね、じゃあ人参からいきましょうか。人参、まあここら辺ちょっと切り落として、ここら辺は食べます。ちょっとこれ竜太郎なんでね。はい、ということで人参を切っていきます。で、こうやって切って、まあ野菜炒めなんで細切りですね。だから細切りって薄切りで、人参っていうのはちょっとね、火が入りにくいので、なるべくね、薄めに切ってあげた方がいいです。ちょっとまだ人参が入ってるんで、ハイボールで流します。素材の味を確かめることも大事ですからね。で、こんな感じでこう薄切りしていきます。そんなにね、神経質にめっちゃ薄くなくても大丈夫です。火通しちゃうんでね。じゃあですね、ピーマン切っていきます。ピーマンね、半分に割って、で、これ、ね、種ね、嫌なら取ってもいいんですけども、これ種食べられるんで、このままね、ざっくりざっくり切っちゃってください。ちょっと薄切りすぎたから、もうちょい太めでもいいです。1センチ弱、8ミリぐらいの長さがいいかなっていうふうに思います。ピーマンの種がね、嫌いな方は取っちゃっていいんですけども、野菜炒めにするとこれ美味しいんで取らない。今回は食材を無駄にしないと。で、ピーマンの種って栄養いっぱいありますから、もうヘタも全部やっちゃいます。ヘタもね、結構ね、歯応えがあって美味しいの、実は。なんで種は入れていきます。はい、食品ロス撲滅なんでね。ということで、どんどんバットに乗せていきます。で、次キャベツです。キャベツは、まあ、芯切り落として、で、芯なんですけども、これ芯も食べられますんで、食材はね、無駄にしない、ね、せっかく農家さんが頑張ってくれたので、こういう風にね、芯もね、薄くスライスすると食べられますので、芯はね、こうスライスしてください。これ美味しいですから。で、あと残った、まあ、これはもうざく切りですよね、これ。はいはい、こんな感じでキャベツはね、これで OK で、こいつもバットの方に入れていきます。
気をつけていただきたいことは食材の火の通り方を熟知することですね。はい、これはね食材によって違うので、どれぐらい炒めたらいいかっていうのをその順番の組み立てで、野菜炒めっていうのは大きく変わります。今回はまあ基本的な野菜揃えたんでこれさ覚えたら大丈夫です。ニンニクと生姜です。ニンニクと生姜やっぱりねこいつらが入るとぐっとね、お店の味に近づきますのでできれば使っていただいた方がいいと思います。まあなくても美味しいは美味しいんですけどね。はい、今回はちょっとねお店っぽくするためにこういうね香りの出る食材とかっていうのを使っていくと結構ねお店の味って、よく再現されます。ちょっと複雑な味がするとお店っぽくなるじゃないですか。で生姜はスライスして、千切りですね。はい、ニンニクと生姜同量でございます。こんな感じね、 5g ずつぐらいですね。でこいつはもう横にやっちゃいます。はい、今回はちょっとね至高なんで材料いっぱい使ってます。もうちょっと簡易的なのがいいって方はね至高の野菜炒め見てくださいね。で、豚バラです。バラがねやっぱね野菜炒めって、ね、油がまとうとすごく美味しいので、このね肉の油、こいつをね利用していきます。もちろんねちょっと油っこいのは苦手だなっていう方はロース肉とか使っても大丈夫ですんでね。はい、こういう薄切り肉をもうこの5等分ぐらいで、はい、こんな感じ。もうこれで包丁はもういらない。はい、それではですねやっていきたいと思います。まずねここに油を入れていきます。サラダ油です。大さじ1と豚バラカルーも出ますんで今日ねちょっと豚バラの、油結構多いので大さじ1にしてみようかな。はい、これね豚バラの油が少ない場合は大さじ1半ぐらい入れてもいいです。今回はね大さじ1にします。でこの豚バラには塩コショウを施します。はい、塩コショウね。はい、今回味塩コショウ使います。はい、まあ、軽くね、お肉自体の下味っていうのも大事なんでお肉にはちょっと下味をします。はい、そしたら火にかけて炒めていきます。ちょっと油の部分からやりましょう。ほらこんなに油がついてるから今回はね、ここから油が結構出てくると思うんでこれね油加減することが大事です。ロース肉とかだったらね油大さじ1半ぐらい入れた方がいいですよ。この豚バラを入れるときはできればねこういうなんか小分けにしてちょっとこう広げて炒めてあげると焦げ目がつきやすくなりますのでちょっと仕上がりが違ってきます。でいつもね言われるんですけどゆうさん肉触った手どうしますかってこれその都度洗ってます。お肉は生肉はねものすごく菌がついてるんでこれはその都度生肉触ったら洗ってください。さっと炒めたいので強めの中火ぐらいで炒めていきます。でね油を出していき、このね豚の油が絡まったこの野菜炒めってもう非常に美味しい。だからね前にやった野菜だけの炒め物とはちょっと違う味になります。お肉の旨味が加わるんでねちょっとね焼き目をつけていきます。焼き目をつけるときはそこまでいじんなくて大丈夫です。このままで途中でひっくり返してっていうやり方をしていきます。で節がねちょいカリッとしてくるんでこんな感じ。そしたらねもう取り出しちゃってください。これあんまりねカリカリにしてもね肉感がなくなっちゃうので今の時点で取り出す。はい、油かなり出ましたよね。この油です。この油ね大体ね大さじ2ぐらいあるといいんですけどもちょっと今日は多いので少し減らしましょうか。まあ、大体これで大さじ2杯ぐらいだと思います。そしたらこの油を利用して炒めていきます。お人参を入れます。人参をまず最初に入れていきます。なぜかというと人参は火の通りが一番遅いからです。火が通れば通るほど人参って甘みが出ますんで、はい、人参をまず最初に油絡ませていきます。火加減はね強めの中火ですよ皆さん。さっと人参を炒めたらこのピーマンを入れていきます。でピーマンって中華料理とかだと後の方に入れる食材なんですけども僕ピーマン嫌いなので先に入れてクタクタにします。ここでね他の人と違うっていうね。ピーマン好きな方は最後に入れてください。これはね僕の舌に合わせて作ってる野菜炒めなんでこれが至高です。至高ってね人によって違うんですよ。この料理は僕の至高を見せていくっていうチャンネルなんで、ピーマンはねくたっとね炒めるとね苦味が全くなくなりますんで、まあね大体ね人参とピーマン入れて1分から1分半ぐらい炒めます。で人参がちょっとしなっとなって全体的に油がねせかって回ったら、まあ、大体1分ぐらい今炒めましたね。そしたらキャベツ、はいはい、まだニンニクと生姜入れないんですよ。なんとキャベツもね芯を薄切りにしてますんでざっくりとってます。でここにキャベツ入れたらすぐニンニクと生姜これね今入れます。こうすることによってニンニクと生姜の香りがすごく立っていきます。最初に入れない、
最初に入れちゃうと焦げちゃうから、そうするとね、めちゃめちゃいい匂いしてくるんですよ、これ。これで中華料理屋さんの味、ね、キャベツはね、少しシャキッとさせるのがコツです。そしたらですね、お塩小さじ3分の1です。はい、これでちょっとしなっとしていきます。で、味の素1、2、3、4、5振りです。これでですね、野菜にない旨味を入れていきます。旨味の素を入れていかないと野菜炒めはね、美味しくないです。で、もやしやグラム、キャベツを炒めて1分ぐらい経ったかな。そしたらもやしを入れても炒めに。で、もやしはほんとサッとでいいです。これすぐしなっとなるんで、もやしの食感で食う野菜炒めなんで、これ数十秒でいい、数十秒炒めてください。そしたらお肉、はい、お肉はね、最初に炒めてあるんで、最後にざっと合わせる感じでいい。そしたらここにお醤油、これで香りを出していきます。野菜炒めの時は使ってなかったんですけど、こいつを入れていきます。で、黒胡椒です。黒胡椒はね、思ってる、3倍入れてください。もうこれです。これが僕もの追い求めてた至高の肉野菜炒め。これマジでうまいっす。野菜の火の通し方がこれで完璧になってます。じゃあ盛り付けていきましょう。もうね、これたっぷり2人前ありますんで、盛れるだけの盛りをしてください。いいですね、これ。もやしがたっぷり入ってるところが僕好みですね、これね。人参はね、入れてほしいな。やっぱ彩りが違いますからね。盛り付け、配色が大事なんでね。肉野菜炒めはかなり色味も気を使ってるので、お店で食べるようなのを目指したんで。はい、そうしましたら至高の肉野菜炒め完成です。はい、それではいただいていきたいと思います。いただいていきます。うまい、もう一杯。では、すべての準備が整いましたね。はい、いざ決戦、いただきます。一番バランスよくお野菜が取れましたので、がっつりいただきたいと思います。いただきます。うまっ、これ。うまっ。これで定食屋さんやれるぞ。香りが半端ないし、後入れとニンニクと生姜がめちゃめちゃ効いてる。調味料はこそシンプルだね。ほんとに美味しいです、これ。お野菜にも味がしっかりついてます。もう全部食いたい。ハイボールに合うね、これ。ハイボールに合うってことは、皆さんちゃんとご飯にも合いますからね。ハイボールはご飯ですから、皆さん。至高の野菜炒めよりお店で出てくるような本当に美味しい野菜炒め、お店のだとね、もっと汁っぽいかなと思うんですけども、今回ね、液体の調味料をお醤油しか入れてないんで、なのでね、水がね、ほとんど残ってないのが特徴ですね。お野菜からも水分を出ないようにさっと炒めたんで、なんで水っぽくないです。これがうまい。特にこのもやしの食感、もやしは炒めるの40秒がベストですから、これはうまい。ということで、ストップチャンス。今日は冗談指名のチョモ。じゃあ今日はリュウジの部屋へようこそ。ルル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 、乾杯。乾杯。召し上がってください。もやしシャキシャキっすね。これうまいっすわ。これはね、タイ料理とかそうなんですよ。タイ料理はね、もやしがほぼさっともう数十秒炒めただけなんですよね。だからシャッコシャコなんですよ。なんかちゃんと野菜の食感が全部残ってて、ピーマンだけね、ちょっとクタクタにして、まあでもなんか種もいい感じですね。全然気にならない。種気にならないでしょ。ここなんですよ、みんなね、種捨ててるから。ピーマンが主役の時はちょっと取っちゃうんですけど、種がこの野菜炒めだと全く気にならないから、栄養をバッチリ取れるっていう。そしてちょっと待っていただけますか。そしてラー油を。ああ、絶対うまいじゃないですか。ラー油です。この味変のためにごま油ではないんですよ。ああ、なるほど、はい、これも計算した上でちょっと中華的になるんですよ、これ。ちょっとやるとこりゃうまいっすよ。まあごまラー油だから、これごま油の風味が合わさるとまた酒進んじゃうね、これね。そのままでもかなりうまいんだけど、やっぱね、ちょっとごま油の風味が入るとやっぱガラッと全然中華よりになるね。もうこの一皿で2時間ぐらい入れる。ご飯もいいっすね、これ。これに中華スープがついてたらもう最高ですね。完璧です。料理研究家で人気があるのだったら中華さんやるんで、皆さん来てください。よろしくお願いします。はい、お疲れ様です。今日の肉野菜炒め、まったな。やっぱ肉入ってるとうまいね。ということでですね、今回の今日の肉野菜炒め、かなり自信のあるレシピになりますので、ぜひ皆さん、試してみてください。ストップチャンス。誰？こちら指名制だから、ちゃんと指名制指名制だから。
本指名まだしなくていいけど、うちら指名制の場内指名ってでは場内指名のチョモ